こんにちは、 LINE お使いの皆様。 LINE 広告でね、なんかこういうね広告が入ってるのご存知ないですか。こういう風なね、これなんかよくわかんないですか。40代でもまだまだ大丈夫って言って、その40過ぎると女性でも白髪が出てくるでしょ。でこのシャンプーを使うと、このシャンプーを使うとね、白髪が出にくい、そんな科学的な作用があるという風な触れ込みで LINE 広告がバーンと来たわけですよ。でこのアフィリエイトの仕組みは私もよく知ってるんですよ。原価っていうかね、販売価格が8800円で、定期購読の方は1回目がね1980円になって、さらに今だったら500円引きで1480円ってむちゃくちゃ割安じゃないですか。でも定期購入なんで1回目は安いけども、2回目はねほぼ1万ぐらい来るわけですよ。でちょっとしかないですからね、これは気をつけた方がいいなと思うんですけども。でも染め毛の効果があったらいいじゃないですか。で実際ねないんですよね。ないということらしいです。YouTube とかで実証実験してる人がいるんですけども、全く広告の通りにはならないよっていうことで、リピートはしないそうなんですよ。で私もねついついにその仕組みが分かっていたんだけども、検索する前に買ってしまいまして、で昨日発注したらすぐ届いたんですよ。もうこれはねやられましたね。まあ一応これ使うんですけども、多分こう染めにはならないと思いますんで全く期待しません。ただシャンプーの効果はとってもいいらしいんで、もうそんなに何回も使えないんですよ、これちょっとしか入ってないから。それこそ1ヶ月も持たない、2週間ぐらいでなくなっちゃうんじゃないですか。普通シャンプーってこう1000円ぐらいで買っても3、4ヶ月持つでしょ。ちょっとこれはあまりにも高すぎて、効果が要するに白髪が生えてこないって効果についてはちょっとやりすぎ、盛りすぎなんですよ。再現 VTR とかも広告に出てるんですけども、あれはもう完全に役者さんがやってますんで、こういう風にはならないと思った方がいいかなと思ってます。こういう風にはね、全部ちょっと中にはそういう人がいるっていう程度ですよ。ということなんで、すぐに私の場合は2回目が来ないようにキャンセルを申します。3日も経ってないのに。これは全然私としてはダメだと思います。使ってもないけど分かります。一応シャンプーとしてね使わせてもらいますけどね。はい、ということなんで皆さん LINE 広告、インスタ広告にご用心ください。買おうかなと思ったらその瞬間 YouTube で検索してください。誰かが試してるんで。これなんてやつ、クレメデアン、クレメデアンです。ククルスドアンっていうね映画が最近ありましたけど、あれとよく似てるんで、ついね親近感を覚えてポチってしまいました。1480円、まあね損とまで言わないんですけども、1480円だったら結構ねいいシャンプー買えると思うんで。そもそも私シャンプー使ってませんからね、水で洗ってますからこれ久しぶりに使ってみます。いってらっしゃい。